はい、どうもスタージです。今回の動画は僕が作った自作のねケージがあるんですけど、まあ、そちらの方に僕が飼育している子をお引っ越しさせようかなと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで、こちらのちょっとねもう完全にすっぽり収まっちゃってて、全貌が見えないんですけど、こちらのこのケージ2つが、今回僕が自作した、ケージになります。でこちらのケージは、横幅が、1400mm、 奥行きが 700mm で高さが 390mm のものを2つあります。で、まあ、今回のこのケージの特徴としては、まあ、かなり金額的に安く抑えつつ、素材にねこの塗装コンパネっていうものを使っているので、まあ、耐水性がある作りになってます。で扉はねこのアクリルですね、アクリルにしました。これによって、まあ、金額的にはかなり安く済んでます。この1400の700の390のケージ2個でだいたい2万8000円くらいでできました。なんで1台1万4000円くらいで製作することができました。かなり安いですよね。で今回この下の段は使わずに上の段だけ使います。で一応中はこんな感じですね。側面に一応通気口、空気を取り入れられるように開いてます。奥もね同じような感じで開いてます。もう天井はね完全に塞いだ形になってます。で一応ねシール剤コーキングもしてあります。でね下の段は使わないんで設置してないんですけど、上の段は使うのでこんな感じで、ヒュドラさんの上部ヒーターを設置しています。でそのためのそのコードを通すための穴も開けてあります。まあ、裏には網が張ってあるのでそこから脱走はできません。こんな感じですね。はい、今回こちらの方にねとある子をお引っ越しさせようかなと思います。はい、そうしましたら床材はこちらですね。ペットシーツを敷いていきます。よし、はい、そうしましたら次はこちらですね。人工芝も引いていきます。はい、こんな感じで床材の方をセットすることができました。やっぱりねペットシーツだけだと結構ね、入れる整体が重たいのでずらされてしまう可能性があるんで、こんな感じで人工芝でペットシーツを動かさないようにカバーするって感じですね。で一応
この人工芝は一度、食器用洗剤のジョイでね洗ってるんですけど、まあもう一回念のため次亜塩素酸でちょっと軽く消毒しておきましょう。次に、ここに水入れを入れます。こちらですね。この水入れとか、まあ、コンテナボックスとか使うこと多いと思うんですけど、これイラつきません？このシールがうまく取れないやつ、これほんとやめてほしいですね。重いわ。重たいです。とっても。はい、こんな感じで水入れも入れました。で、一応ねこの温湿度計もつけておきましょう。この辺かな。OK、じゃあねここに整体を連れていきましょう。はい、ということで、今回お引っ越しさせる子はこの子です。じゃん、かわいい、かわいいね、キョトンとしてる。はい、この子はボルネオショートテールパイソンブルーゴーストのテレサちゃんです。まあ、以前にも話したかな、話したと思うんですけど、まあ、こんな感じで仮のねお家に入っていてもらったので、今から真のお家にお引っ越しさせようかなと思います。キョトーンとしてるね。じゃあテレサちゃん行きましょうか。はい、テレちゃん行くよ、行きますよ。ちょっとごめんよ。よ。移動、移動、移動。はい、ジョンと。入った。もうほんとね、だいぶ大きいんですよ。テレサちゃん。さあ、こちらのケージに移しましょう。どうぞ。どうですかね。新しいお家ですよ。それなりに広いんじゃないかなと思うんですけど。入った。で、扉をつけると、はい、ということでね、こんな感じで無事にテレサちゃんをお引っ越しさせました。まあそれなりに広さがあるんじゃないかなと思います。結構ね奥行きがあるんでね、1400の700あればまあ大丈夫なんじゃないかなと思います。で、結構ね端っこの方は暗くなるようになってるので、まあ安心して暮らせるんじゃないかなとも思います。いいね、泥船よりかは全然広いね。まあ暗い分撮影はしづらいんですけどね、まあこの子にとってはいいんじゃないかなと思います。
どう？ちょっと全部がね、新しい匂いだから少し不安になるね。またね、この子の様子を見ながら何か改善できるところがあれば改善していこうかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。テレサちゃんかわいいね。あら、そんなサービスしてくれるの。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。